はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の2つの円丸三をお送りします。でこれで2つの円3つ目ですね、動画がね。で今回は大きな問題が1問で、まあ、小問がね2つ入ってる感じ、まあ、2つも同じタイプの問題だねをやっていきます。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で確認してもらって分かんないのがあれば、今からね両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、行きましょう。で、今回の問題はですね、2つ円が、まあ、あるんですけど、その共有点の座標を求めるというのが問題です。両方ともね。で、まあどういう状態かっていうと、ちょっとここ問題無視しちゃうけど、まあ、円が2つあると。まあ、こんな感じでね。で、共有点なんで、まあ、交わってる、まあ、交点ですよね。この部分の座標を求めてる。だと思ってください。まあイメージとしてはね。で、まず1番やっていくんですけど、これはですね、やり方超シンプルです。で、シンプルだし、中学校の時の、まあ、習った知識というか、もちろん円のね、この知識はやってないですけど、似た知識をあるものをね、使っていくと。で、何を使うかっていうと、中学校の時に、まあ、1時間数でも、2時間数でもいいんだけど、例えば1時間数で、この直線とこの直線の交点、求める時、何したかっていうと、連立方程式したんだよね。で、それを解いて、その XY が座標の答えになると。で、全く同じです、これ。共有点求める。これとこれの連立方程式を解くの。で、どう解くかっていうと、ちょっとまず並べますね。X2 乗プラス Y2 乗イコール10だよね。で、ここ X2 乗 Y2 乗両方入ってるので、それは揃えます。プラス Y2 乗イコール10ね。右にずらそう。のが見やすいね、きっとね。ちょっと下先に書いちゃうね。マイナス 2X、マイナス Y。で、まあ、10が右辺にあるので、マイナス5右辺に持っていっちゃうね。で、5。だから、ちょっと離れるけど、こんな感じ、イメージとしては。ちょっと離れてるけどね、上は。で、このまんま引き算します。なぜかっていうと、そうすれば X2 乗、Y2 乗、両方消えるからね、一瞬ね。で、引き算して、ここ全部符号変わるから、2X。プラス y で、ここマイナス5になってるから10-5で5となるね。え、何も解けてねえじゃんみたいな感じもするんですけど、こっから今ね、 y がね、あの係数が1でなってるので、 2x を右辺に持ってって y イコールマイナス 2x プラス5とします。で、この式をこっちの y に代入してください。もちろんこっちに代入してもいいんですけど、めんどくさいのでこっちに代入しようね。いいかな。2つの式からまずこの式を作って、そっからこっちに代入するんです。で、そこに代入すると x2 乗で y の2乗、 y の部分にこれが入るから、まあ、ちゃんと書くとこれの2乗だよね。で、イコール10と。で、これ展開して10もこっちに持ってきてまとめると、 5x2 乗マイナス 20x25 だからプラス15かイコール0。これ全部5で割ると x2 乗マイナス 4x プラス3イコール0。さあ下どこまで入る？あと1個入るかな。ね、これ普通に因数分解できるのでこうだよね。つまり、ここから x は3と1ってことが分かります。x3 と1ね。ちょ、こっちに持ってこうか。3と1。で、これね、俺のイメージなんですけど、このタイプの問題って基本的に途中式書かせることあんまりなくって、答えだけ書かせることが多いイメージがあるので、だから、もうここから暗算ですね。結局、共有点今、2つあるっていうことなので、3と1でしょ。だから、座標2つあります。で、片方の x 座標が3なの。で、もう一個の x 座標が1っていう状態。だから x が3と1ね。で、x が3です。どこで求めるかっていうと、ここが一番簡単。ここの x に3を入れてあげれば、マイナス6プラス5。だから、y 座標はマイナス1です。で、なんとなく右に下がったな。x に1を入れる。と、マイナス2プラス5だから1の3となって、これで共有点の座標 OK となります。
もし途中式を書かなきゃいけないタイプだったら x が3と1となったと。で、x が3の時 y はほにゃらら、 x が1の時 y はほにゃららなので、これみたいな感じで書けば OK かなとは思う。いいかな。で、2番もやり方は同じです。だから同じようにやっていこうという感じでいくと、下から書いた方が揃うんだけど、待ってね。2乗プラス y の2乗で、ちょっとここから下書こうか。イコールの位置揃いたいので、マイナス 6x マイナス 12y で、また25ちょっと右辺に持ってっちゃうね。マイナス25で、ここイコールにしようか。で、こっちが5か。あ、こうなってる。で、さっきと同じで引き算します。2乗消したいからね。で、消すと 6x プラス 12y イコール30と。で、これ全部6で割れるので、割ると x プラス 2y イコール5と。で、さっき y イコールにしたんですけど、これ x イコールにしたから楽だよね。 y にしちゃう、あと y イコールにしちゃうと分数出てくるので、だから x イコールマイナス 2y プラス5と。で、この x イコールこの式をこっちに代入する。この式にね、こっちめんどくさいからね。で、代入すると、マイナス 2y プラス5の2乗プラス y の2乗イコール5と。で、展開して全部左辺に持ってきてまとめると、5y の2乗マイナス 20y、あって25だ、20か。プラス、で、イコール0。5で割ると、y の2乗マイナス 4y。プラス4イコール0と。さあ、下はあと1行ギリいけるかな。で、これ因数分解すると y マイナス2のこうなるんだよね。つまりこれ y は2だけなんです。だから解1つしかないっていう。で、 y が2なんで求める y 座標が2で、ここの前に2を入れるとマイナス4足す5なんで x 座標は1、つまり1の2と。答えこっち1個だけです。で、なんで1個だけかっていうと、こういう状態じゃなくって、さあ、かける、ここら辺かけるかな。円があったらこういう状態ね。ちょっと右の円細長いけど接してる状態だから共有点1個しかないんだよね、ここで。まあ、こういう答えもありだからさ。ただ基本的には1番も2番もやり方同じなので、まあ、こんな感じでぜひ解いてみてください。では、今回は高校数学数2の2つの円丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このタイトルなんですけど、次回で丸四で終了です。2つの円っていうタイトルはね。で、次回はある公式を取り上げるんですけど、すごく有名でよく使う公式なので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。